こんばんは、ファンクです。今日はね、墨田区押上にあるハート&ハートというね、カフェへ訪れました。ここにはね、なんとタワーワッフルがあります。このタワーワッフルはスカイツリーに見立ててあるんだそうです。このね、タワーワッフルを頼むときは、まずね、チョコレートとかキャラメルとかのね、ワッフルがあって、それにね、200円ね、プラスするとタワーワッフルに変身します。このね、ぶっ刺さってるのはソフトクリームです。生クリームとね、チョコソースとあとね、砂糖がね、パラパラね、巻かれてますけど、もうね、何を食べても甘い。女の子はね、これたまんないんじゃないでしょうか。ファンクもね、今、女子の気分です。最近ね、部長がね、ぐちぐちうるさいのよ。お茶にさ、鼻くそ入れてやったわよ。もうね、なんだかんだ言ってね、ファンコのね、胸見てるんだから、もうやらしたら、あらしない。そんなことね、ぶつぶつつぶやきながらね、食べました。虚しい。うん、そりゃね、虚しいです。それでは相談のコーナーへ行ってみたいと思います。私はブラのサイズがいいなのですが、ブラを外すとそんなに大きいとは思えない大きさです。アンダー75です。いわゆるロケット乳ではなく平べったいタイプなので、余計そう見えるかもしれません。そこで質問なのですが、男性はそういうタイプの女性にはがっかりするものなのでしょうか。一応片手で溢れるくらいは胸があるのですが、ここ数ヶ月で C から E になったのに見た目がそんなに変わってないように思えて不安です。男性の意見が欲しいのでよろしくお願いします。プロテインよくね、東京飼育クラブに相談に来てくれました。実はね、ファンクね、みんなにはね、ちょっと話してないね、ある職業をね、やってるのよ。今日はね、プロテインさんのためにね、それをね、伝えようと思います。実はね、おっぱい画像鑑定士のね、資格を持ってるのよ。厚生省のね、認可もね、受けてるんですけど、もしね、どうなんだろうと思うなら、ファンクにさ、送ってみたら、胸の写真。できればね、乳首込みで。その方がね、はっきりわかるから。どう？送ってきてみなさいよ。いや、今ね、コメント見てないけどね、批判の嵐だと思ってますよ。いいじゃない、見たいんだもん。見たいんだもん、しょうがないよ。おっぱい大好きだもん。ね、アンダー75でしょ。ちょっとね、大きいと思うんだけど、実はね、平べったい方。後ろね、斜め横とかね、あとね、後ろから見るとき、超絶にセクシー。横に広がってるんでしょ。あと、ファンクのね、大好きなね、まあ、胸がね、大きいのもね、さることながら、胸板がね、厚い方。いや、もう、ファンクちゃん、たまらん。胸板ね、熱い方大好きなのよ。平べったい方ね、これすごく多いの。ファンクはね、ドタイプです。あとロケットもね、ドタイプだけど、平べったい方もすごく大好き。だからね、大丈夫だと思うよ、ファンクは。あとね、感度かな。とてもね、男性のね、愛護に感じてくれる方ね、すごく。そういう方がね、もうとてもモテると思う。平べったい方ね、セクシーな方多いよ。全然大丈夫。もしね、本当にね、それでも不安だと言うなら、ファンクの方に、数をちょうだい。今日からね、ファンク11連勤なの。仕事大変でね、疲れちゃうから。ファンクちゃんかわいそうと思うなら、おっぱい数を送ろう。ごめんなさい。調子こいてるのは十分わかってます。でも見たい。平べったいね、胸の方。本当はね、セクシーです。全然大丈夫。自信持って。東京飼育クラブ、特にね、ファンクの公認です。頑張って。ツイッターで仲良くしていただいてる、鯉のぼりのサメちゃんからまた絵をいただきました。すごくね、ガータがいやらしい。ファンくんね、もうガータ大好き。あとね、もう一枚もらったんだけど、岡本太郎の太陽の塔を見てきたの。ファンくんね、本物はまだ見たことないのね。一回ね、実物のね、太陽の塔をね、見に行きたいと思ってます。羨ましい。サメちゃん、ありがとね。続いての相談です。私も学生時代バンドをやっていました。ファンクさんが当時聴いてた、ハマってたバンドは何ですか？ちなみに私は誰かと好きな音楽の話になった時、なかなかアーティストを絞れないです。ごめん、ゲップ出ちゃった。ゆかさん。ファンクはね、今も昔も一番好きなのがね、ナバームですだけどね、あとね、好きなバンドはね、スレイヤー、あとね、ラップだったらね、パブリックエナミーとか、あとレゲエだったらアスワド。日本だとね、名前ちょっと忘れちゃったんだけど、あの人好きだよ。花になりたい。花のように、花のように。あの人誰だったっけ？ちょっとごめんなさい。名前忘れちゃった。あとね、マキシマムザホルモンも聞くし、質問の趣旨とは変わってきてる？当時聴いてた、ハマってたバンドは何ですかとはちょっと外れてきたね。でもね、音楽の話してたらね、燃えてきちゃった。もうちょっと話させてね。あとね、この歌を歌ってる人すごい好き。知ってる人いるかな？忘れかけた空の果てに涙の星ひとつ、ねえ神様お願い聞いて、赤いあなたに会いたい。これね、絶対ね、ファンクのことを歌ってると思う。この歌ね、すっごく好きなの、ファンクちゃん。もしね、機会がある人は、多分もうね、回答が出てると思う。この人ね、超絶聴いてる。この人、あとね、この歌も歌ってるよ。豆腐屋上にスーパーで売ってる豆腐ね、あれ面白いよね。よく買うよ、豆腐も。なんか濃厚なんだよね。ごめんなさい。関係ないね、話ね、挟んじゃって。でもね、豆腐も大好き。ツイッターとね、ツイキャスで仲良くしていただいてるライトさんからね、またね、変わった画像もらいました。多分これ地元のキティちゃんなのかな。なんか石化した。なんかこう汚い。なんかね、もうこのキティちゃんいらないってポイってね、子供が投げちゃって、でね、道路っていうかさ、泥に落ちてさ、小汚らなくなったかキティちゃんがさ、その子んちのさ、なんていうの、家まで来てさ、よくも捨ててくれたなって復讐しに来てるようなね、なんかそんな絵に見える。ちょっとこのキティさん怖い。でね、ライトさんのコメントが怖い。石化した硬いキティちゃん。カティって呼べばいいのかなライトさん、座布団3枚ですね、ツイキャスでもね、生放送頑張ってますので、ライトさんよろしくお願いいたします。ガスありがとうね。7月25日土曜日、東京シークラブでおなじみのツイキャスの生主、ポッピーと東京シークラブが合同でオフ会を開催します。それでね、回るコースは、まずはウェルカムプラザ青山、ここで足もショーを見ます。足もかわいい。それでね、すぐ近くに移動してね、テピア最先端技術館、ここはね、いろんな企業のね、最先端の技術が集結したね、技術館なの。ここでね、オリジナルのね、漫画が作れるんだよ、自分の写真の。ここすごく面白い。その次にね、赤坂、豊川稲荷、大岡一でもね、ここで眠ってるんだけど、ここはね、現役のね、狐たちがね、集められてお焚き上げする、狐のお墓と言われてる場所なんだよ。その近くにはね、謎の神社、三木稲荷、ここにはね、猫実がいるよ。それからね、こう全部回った後、また電車で移動して、婚活居酒屋で、ハッスルハッスル、みんなね、楽しみにしててください。参加方法はね、ライブドアのブログ、東京シークラブでね、いろいろ書いてあるので、それを参照してください。よろしくです。